次のコメントです。ドラムのスネアなどのチューニングを曲の木に合わせてるっていう話は合わせろねっていう話を聞きますけど、打ち込みの時など聞き合わせていましたかと。何もやってないです <laughs>。あのね、チューニングね、合わせたらやばい。よく、よくないよ。合わせるっていうかね、あの、外すっていう方が正解で、たまにだから合ってる時あるのよ。スネアのチューニングが、なんかトニックだったりとか。 トニックのルートの音だったりとか、5度の音だったりとか。でそうすると、コードが変わるごとにね、響きがあまりに変わりすぎるのね。例えばだから、その C の、えー、キーの曲とかだったら、例えば F シャープとかね。なんかそういう、まあ出てこないような、なんかそういうふうなキーにしといた方が、っていうか F シャープのちょっと ちょっと低めとか、ちょっと高めとか、なんか、もうどういう倍音が出てきても絶対に共鳴しないっていう、そういう風な部分の方が、えずっとスネアは一定に聞こえるっていうのがあるから、キーに合わせるというよりは、合ってるから外そうっていうのが僕の考え方ですよね。それはだから、その、例えばタムの、えっと、チューニングとかもだから3度にすると、コードによって合う時と合わない時があるけど、4度にすると、コードトーン、テンション、コードトーン、テンションみたいになるから、 そういうふうなこともあるんで、あの、そういう、なんかパーカッションとかは、あの、そういう曲のキーに合わせないっていうことっていうことは、あ、なんか合っちゃったからちょっと変えようみたいな、なんかそういうふうな感じなんで。 合わせろっていう話ではなくて、合わせるなっていう話ですよね。まあだからそれがだからそういうキーを邪魔しないような風に合わせろっていう意味なんだったらそれはそれで全然いいんですけども。なんかトニックに合わせるとか、なんかゴードに合わせるとか、そういう風なのはなんか僕はあんま好きではなかったりしますね。なんで、基本的には打ち込みの時は何も考えてないですね。<laughs> はい。そんな感じでありがとうございます。